今日のお昼です。特上かき揚げ470円。川中島という駅に、到着しました。川中島っていうのは川中島の合戦で有名な武田信玄と上杉謙信の戦い、壮絶な戦いが繰り広げた場所で有名な場所です。今日はその川中島の合戦で、犀川そして千曲川と、バトルをしていきたいと思います。さあどんな川か交互期待。基本的に犀川は長野の山々から流れ込んできた川で、水温はやはり雪解け水を含んでるんで結構冷たいです。そして、流れが、速い、という川ですから、先週下った長良川よりも流れは全然早いと思いますね。しかし雄大なでかい川なんで、のんびりゆったり行けるかなと思います。さあ長野県の犀川そして千曲川下っていきましょう。ああ今日もいい天気だ。空気補充しましょう。ちょっと暑いんで一杯行きましょう。久しぶり下りながらのランチビア乾杯。あ、うまいなこれ。金麦琥珀の秋、これうまいわ。ローソバクガの香ばしいコク、2020年限定醸造。これなかなかいける。もうトンボが飛んでるね。やっぱり川の上で飲むビールが一番うまいな。どんどん出てかないとダメだね。近場の川で満足してるよりもちょっと足を伸ばすことによっていろんな川が体験できる。そういうふうに日本のいろんないい川をどんどん下っていきたいと思いますね。そんなに深くないな。一応そこまでは見えるね。わあ。波は大きいけど素直だと言ってるね。
天気はすごくいいんだけどね。川が綺麗じゃねえな。ダメだな、あんまりにも綺麗な川に行っちゃうと。これが千曲川か。ただいま千曲川と合流しました。右が犀川、犀川が、千曲川に合流しました。どっちも薄汚れてますね。ダメです、これはダメだわ。